3年後の NPT 再検討会議に向けた準備委員会が昨日オーストリアで始まりました。核軍縮などの道筋を探ります。準備委員会は昨日オーストリアのウィーンで開幕しました。これは2026年に開かれる NPT 核拡散防止条約の再検討会議に向けた議論の場で、今月11日まで続きます。核兵器をめぐってロシアによる威嚇や ベラルーシへの搬入などで緊張感が依然として高い中核軍縮や核不拡散などについて話し合います出席した国連の中光泉事務次長は核兵器が脅迫の道具として公然と使用された事実は憂慮すべきと危機感を示しました広島から派遣された高校生たちは今日関連イベントで広島での平和活動などについて発表します